京天道地の婆娑羅大名佐々木道与、坊さんも公家も知ったこっちゃない。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は佐々木道与について紹介していこうと思います。若かりし頃の織田信長がうつけを演じていたことは有名な話ですが、そのうつけにも通じる破天荒さを持っていたのが足利尊氏に仕えた佐々木道与です。しかし彼の場合は傍若無人でありながらもどこかにニヒルな部分があったりして、うつけとはまた少し違った味があったんです。そんな彼は婆娑羅大名として名を馳せました。さて婆娑羅とは、佐々木道与とは、じっくり解説していきましょう。婆娑羅とは何ぞや。まず道与を語る上で必ずくっついてくる婆娑羅、漢字についてはいろいろありますについて簡単に触れておきたいと思います。婆娑羅の語源はサンスクリット語のバジャラからです。バジャラの意味は混合石で、混合石とはダイヤモンドのことですね。というわけでダイヤの硬さでこれまでの常識をぶっ壊すという意味となり、室町時代初期には身分秩序や権威、常識にとらわれず目立ってなんぼのド派手な振る舞いをした武将たちのことを婆娑羅大名と呼ぶようになったのです。ただ婆娑羅大名たちは見かけ倒しではありませんでした。戦になれば滅法強く、能力は抜きん出ていたんですよ。だからこその婆娑羅な振る舞いが許されてきたのでしょうね。最初は北条氏に仕えるも後醍醐天皇方に転身。佐々木道与は永仁4年1296年に佐々木氏の分家である京極氏に生まれました。やがて叔父の養子に入ったために佐々木姓を名乗るようになります。最初の頃は検非違使、警察みたいなものを務めていました。後の婆娑羅が警察とは。この頃道与は鎌倉幕府執権北条高時に仕えていました。彼の一字をもらって高氏と名乗っていたんですよ。ちなみに後の主足利尊氏と同じ名前なんです。高時が出家した際に一緒に出家して道与と合しました。そのくらい高時とは距離も近かったんです。ところがやがて道与の婆娑羅な部分が徐々に姿を現します。後醍醐天皇が倒幕の兵を挙げると道与は天皇方に転身し、ここで足利尊氏、当時は高氏に出会い連携を深めていきました。そして後醍醐天皇とは対立関係にあった光厳天皇や花園上皇を捕らえて三種の神器を奪うという荒技をやってのけたんです。ここですでに権威をものともしない一面が垣間見えるような気がしますよね。後醍醐天皇から足利尊氏へ。後醍醐天皇が政権を奪取して始まった建武の新政ですが、北条氏の残党による反乱などが起き、なかなか安定しませんでした。加えて足利尊氏が新政権で要職に就かなかったことも武士たちの心が一つにならない要因でした。尊氏が北条の残党が起こした中仙台の乱の討伐を命令されると道与もこれに加わります。鎮圧後尊氏は領地の分配などを自身で行い、後醍醐天皇の新政権から独立する動きを見せ始めました。すると尊氏と弟の忠義を追討する命令が後醍醐天皇から下され、新田義貞が派遣されてきます。道与は義貞軍と戦いますが弟を失い敗れて降伏しました。ここからしばらく道与は新田方となり足利方と戦うことになりますが、やはり道与の心は足利にあったのでしょう。突如裏切り再び足利方へと寝返ったのでした。こうして尊氏のところに戻ってきた道与は室町幕府創設に貢献し、その後は若狭や近江などの守護を歴任していくこととなります。坊さんだからって容赦しない、妙法院焼き討ち事件。では
道与の婆娑羅大名らしさを一番伝えるエピソードをご紹介しましょう。略王3年1340年、ド派手な鷹狩りをした帰り道、道与らは妙法院というお寺の前を通りかかりました。ここは門跡寺院で皇族がトップを務める格式あるお寺でした。そこの紅葉の見事さに目を奪われた道与、感性は人一倍豊からしい、は家臣にあの枝を一本持ってこいと命じます。家臣も家臣で無断で寺に入っていくなり、枝を折り取ろうとしました。さすがの道与の部下というべきか、無礼というか無礼です。ちょうどその時、門跡らも紅葉見物をしており、家臣は咎められます。しかし門跡がなんじゃいと、もっと大きな枝を折ってしまったんです。あー、やっちゃった。お坊さんたちは激怒し、僧兵が出てきて家臣を袋叩きにして外に放り出しました。妙法院は天台宗のお寺、つまり比叡山延暦寺に連なるため、僧兵がゴロゴロいたんです。どこからどう見ても道与と家臣が悪いんですが、ボコボコにされて帰ってきた家臣を見ると、道与は、俺の部下に何つうことしてくれちゃってんだよ、門跡知るかと大激怒し、300騎を妙法寺に向かわせ、なんと火をかけてしまったのでした。道与の息子秀綱は寺に押し入り、お坊さんをぶん殴ってやりたい放題したそうですよ。焼き討ちのその後、お咎めなし？寺は焼かれるわ、お坊さんはボコボコに仕返されるわ、ひどい目にあった妙法院。しかしこれで延暦寺が黙っていませんでした。道与と息子はぶち殺せと幕府に言ってきたんです。そりゃあそうですよね。しかし高氏は道与の能力を高く評価していたので、殺すつもりなどありません。とりあえず上総、千葉県中部に配流ということにしましたが、実はここ道与の領地だったとも言われており、とりあえず国に返されただけだったとも言われています。甘々です。しかも道与は翌年には政権にちゃっかり復帰しているので、事実上お咎めなしというところでした。上総へと配流一応となった道中、道与は反省の色もなく、豪華絢爛な行列で人々の度肝を抜きました。休憩すれば美女を呼んで酒を飲み、どんちゃん騒ぎの繰り返し。しかも比叡山の神獣とされた猿の毛皮を腰当てにして、これ見よがしに練り歩いたそうです。当てつけだわ。こんな道与でしたが、当時の人々は僧兵の乱暴をよく思っていなかったので、あの焼き討ちに際してはざまあ見ろと思っていた人も少なくなかったようですよ。権威を傘に着た相手を鼻で笑った道与のやり方、これが婆娑羅です。高氏にとってはなくてはならない家臣。焼き討ち事件からあっさり復帰した道与は、幕府では公家などとの交渉ごとに当たりました。婆娑羅にそんなことできるの？とお思いでしょうが、実はかなり教養があり、レンガや茶道にも通じていた彼は公家や寺社と対等にやり合うことができたんです。となれば武家政権にとっては得難い人材だったんですね。しかし室町幕府もなかなか善と多難な船出でした。火災の河野諸直と高氏の弟忠義の対立から始まり、やがて高氏と忠義の対決に発展した官能の上乱が起きたのです。この時道与は謀反の疑いありとして高氏からの討伐対象になってしまいました。しかしこれには裏がありました。高氏と息子義明が二手に分かれて京都の忠義を挟み撃ちするという計画のカモフラージュとして、道与が謀反しているから討伐軍を差し向けるという体裁を取ったんです。この計画の発案者は道与自身だという説もあり、忠義の討伐を進言したのも道与だと言われています。これが本当だとしたら、道与かなりの策士ですね。ド派手な花見でライバルを追い落とす。高氏の死後は義明の側近となった道与、幕府のトップと言ってもいい位置におり、
執事、後の慣例の任命権すら与えられていたほどでした。しかし権力をめぐってライバル関係にあった芝高常とはバチバチと火花を散らしていました。同与の息子が家臣を注した際、義明の黙認があったのにもかかわらず、高常が声高にそれを追求したり、同与がやるはずの橋の建築が遅れた時には高常が先にそれをやっちゃったりと、どうやっても仲が良くならない方向に転がっていったんですよ。そして同与は婆娑羅の本領を再び発揮します。高常が催す花見に自分主催の花見の会をバッティングさせたんです。京都中の猿楽師や白拍子などの芸人を集め、立派な桜の木を植えた庭に香を焚き込め、金ピカの橋に色とりどりの錦を敷いて、とにかくゴージャスとしか言いようのない花見の場をプロデュースしたんですよ。高常の花見だってみすぼらしくはなかったでしょうが、婆娑羅、同与のものとは雲泥の差。これで同与は高常に一泡吹かせ、やがて彼を政治の場から追い落とすことに成功したのでした。彼の力が将軍をしのぐものだったということは、追放される高常が義明に弁明した時、私でもどうにもならんのだと義明が言ったという逸話からもわかります。婆娑羅の影響は天下に及んでいたというわけです。婆娑羅の限りを尽くした同与は78年の長寿を全うしました。平穏な最後というのはちょっと意外な気もしますけれどね。まとめ1、権威や身分秩序にとらわれず思うがままに振る舞うのが婆娑羅だった。2、最初は北条氏に仕えていたが、やがて後醍醐天皇、足利尊氏方へと転身した。3、紅葉をめぐっていさかいを起こし妙法院を焼き討ちした。4、廃流の行列をド派手にし当てつけのような行動をとった。5、婆娑羅だが教養も深く、公家との交渉ごとにはまず同様だった。6、ド派手な花見の宴を開き、ライバルの面目を失わせた。公家や僧侶などには小馬鹿にしたような態度をとった同様ですが、高氏には反抗せず従っています。よほど身分秩序が嫌いだったんでしょうね。頭がいいからこそできた振る舞いだったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。